さあまずは、ファイターズ先発中村でした。前回は立ち上がりに非常に課題を残したというところではありましたけれども、この回も、まあ、デッドボールでランナー許すんですけれども、セーニャを最後三振に切りまして0点でしのぎます。そして3回の裏ファイターズはワンアウト2塁とイーグルス先発河合を攻めるんですが、1番の陽はセンターフライ、そしてバッターボックス昨日4安打の中島もここはサードゴロに倒れまして0点で終わります。3回まで両チーム無得点、まあ、予想外の投手戦となったんですが、ゲーム動いたのは4回の裏でした。ファイターズワンアウト1塁3塁から6番レアードの先制タイムリーヒット、これで1点をまずは先制で、その後、まあ、中村にとっては大事なイニング、まあ、援護をもらった直後だったんですが、まあ、この回は先頭バッターの島にツーベースヒットを許して、まあ、そこからピンチがどんどん広がり、ツーアウトランナー三塁で肘沢の同点タイムリー、島はこれで先試合出場表彰ということになりました。5回終了時点で、島の表彰が行われました。で、まあ、同点に追いつかれた後の6回の裏でした。今日もヒーローで登場した5番の近藤が勝ち越しのバースデーショットになりました。2対1と勝ち越しに成功。まあ、春野さん、このシーンは巻きましたね、スタンドが。そうですね、ガッツポーズを見せた近藤でした。で、まあ、これで1点のリードをもらうんですが、この、まあ、これもまたその直後にピンチを招いてしまいます。まあ、しかし、ワンアウト1塁3塁で、まあ、白村が出てきて、ここは、まあ、併殺崩れの1点も失うという形で2対2の同点となります。で、同点となって、まあ、もちろんイーグルスも青山そしてクルーズとつないできたんですけれども、ワンアウトランナー2塁の場面で4番の中田、まあ、これがしっかりとフェアゾーンに落ちて勝ち越しのタイムリーヒットとなります。その後ワンアウト1塁2塁、まあ、近藤がフォアボールで出るなどしてもう一度チャンスを作って6番のレアードが走者一掃の2点タイムリースリーベースを放ち、これで5対2と一気にこの回3点のリードに広がりました。そして9回の表はクローザーの増井を投入、まあ、今日もワンアウトを取ってから連打を浴びて、まあ、ランナー1塁2塁とピンチ招くんですが、最後は3番の松井和夫を空振りの三振に切って、今日はアウト3つともすべて松井三振で取って、今シーズン27セーブ目、勝利投手は宮西で今シーズン2勝目を挙げたという、そんなゲームとなりました。